これ監視員のいるとこじゃない？これなんか扉みたいのが開いてる。行ってみようぜ。うわ、なんか上登れそう。これ、これ行ってみる？上がってみる？これなんか変な音がした。え、なに？ティレレレレテテテー。違うよ。うわーって音したよ。え、全然聞こえなかった。嘘でしょ。葵ちゃんいつも幻聴聞こえるよね。なんでしんちゃん聞こえないの？おかしいだろ。これ上がってみよう、とりあえず上に。あー、落ちちゃった。難しいぞ、結構。あ、うまい、葵ちゃん。あ、アスレチック上手くなってきた。葵ちゃん上手いね。俺がゲーム下手なのバレちゃうじゃん。やったー。なんで上がれんの？早くしてよ、遅いな。待って、絶対コンバーター使ってんだろお前。コンバーター買ってねえわ。絶対コンバーターじゃん。早く。お、来たよ。きーめっちゃ見える、上から。全然いないね、誰も。ね、監視してる人いないね、全然。すごい、なんかウォールマリアだよ、しんちゃん。うわー、これちょっと抜け出すの大変だね。大変だよ、これ。ザイガザッザジージゼーザーって感じだよ完全に。ある日、愛犬が来たって感じだよ、ここ。ある日、愛犬が来てる、これ。多分、すごい顔をコラで作ってくれてると思う、ここで、多分。うん、多分、作ってる。うん、作ってるね。うん、作ってるね。作ったね、今。塀の外には何があるのだろうか。塀の外に出てもさ、俺たち、また働かないといけないんだよ。まあ、俺は働かないでいいけど、葵ちゃん、ほら、日常に戻っちゃうんだよ。いや、でも、もしかしたら、ほら、この終末世界を生きる者へっていう感じでさ、もしかしたら、外にさ、出たらさ、世界が終わってるかもしれないよ。デストピアってこと？じゃあ俺たちが勇者になろうぜ。だからもう出ない方が幸せかもしれないよ。あ、よくあるやつだよね。最初の村から出ない方がいい説、よくあるやつ。実はそっちの方が幸せだったっていう、頑張って出たのに。あるよね。ソードアートオンラインも最初の村に残ってたやつが結局さ、一番得したよなって話だよね。だから動いちゃいけないんだよね、基本的にね。そうだよ、だからもうここで住むしかここで住む方が。やだよ、ここで住みたくねえよ。いいんだよ、そんなうんちくは。早く行くよ。これだからアニメオタクは。いや、これさ、登った意味絶対あるよね、しんちゃん。いや、ごめん、なんか何も ないかなと思って降りちゃったわ。え、だってここ絶対怪しくない？え、ごめん、わかんないけどさ、あれって日照センサーじゃないの？日照センサーだと思う。あそこに乗ったらなんかあるとかじゃなくて。じゃあジャンプして、葵ちゃん見とくわ。よし、行くぞ。ほら、あ、下手くそー、下手くそー、イエーイ。でもね、なんかね、うん、あ、気になることがあったんだよ。あっちのさ、扉じゃない、塀にさ、なんか書いてたよね。あ、なんか色みたいのついてたよね。あ、見て、ここにかまど炭治郎が埋め込まれてる。ほら、ほんとだ、なんもないじゃん。なんだろうこれ、鉱石検知台だって。使うのかな、わかんないね。でもこっち側行ってみよう。あ、ここも鍵穴じゃない？違う、パスワードだ、これ4桁のパスワードだって。え、待って、しんちゃん。ん？どうした？わかった。わかった？うん。パスワード？うん。なんでわかったの？さっきのやつだ。ああ、そういうことか。いや、もう一回見に行こう、もう一回行こう。もう、なるほどね、葵ちゃん天才だ。あ、登れない。下手くそ。あー、登れない、しんちゃん。見てきて。あ、これかな。でもなんか書いてるけど、何番かがよくわかんないよ、これ、葵ちゃん。やばい、そうだ、しんちゃん、色がわかんないんだった。色がバグってるかわかんないんだよね。待って、青が見える。これ難しい。でもこれどういうことなんだこれ。いや絶対さ、わかるわこれ。なんて書いてるのこれ。6327じゃない？ほんとだ、すごい、葵ちゃんマジだ。6327だ。え、でもさ、紙がないね。紙、わー、紙ない。葵ちゃんさっきトイレットペーパー全部使っちゃったしね。やば、びちょびちょにしたからないや。もう最悪。もうなんであったら書いていけたのに。うそー。もう葵ちゃんがもう全部ケツ拭くからだよ、トイレットペーパー。切れてんじゃないケツ。使いすぎちゃったよ。じゃあ紙を探しつつちょっと探索しようぜ。よっしゃ、行こう。葵ちゃんなんか脱出できそうな気がしてきたね。できそうな気がしてきたけど、これなんか、なんだろう。何これ、なんか気持ち悪いね。まがまがしいな、ここ。すごいな、なんだこれ。うち何があるんだろうね。でも大丈夫かな、なんか全然監視員とかいないけど、マジでここさ、どうでもいい罪のやつら閉じ込めてるとこなのかな。そうかもね。あ、ここにもあるよ。
何これ、かまど、あ、これかまどなんだ。あ、かまど炭治郎だ。火力発電だって。すごい。あ、やっぱほら、あおいちゃんほら、俺が思った通りだ。ほら、最近のさ、コンビニって無人じゃん。うん。知ってる？うん。なんかアマゾン GO みたいな。ポケモン GO？ そう、ポケモン GO みたいなあるじゃん。だけど、店員いないんだよ、最近のコンビニって。いや、取り放題じゃん、じゃん。違う違う、監視カメラでね、見張られてんの。え、そうなんだ。取り放題できないんだ。そう、だから俺たちもね、ほら、監視カメラもしかしたら見られてるかもしれない。やばいじゃん、じゃあ、早く見つからないように行かないと。こっち側見てみよう。氷があるよ、これ。本当だ。なんだろ、これ。わかんない。早すぎて草生えない。草生えない、草生えない。ああ、水遊びしたーい。なにそれ、いいの。やだやだ、葵ちゃんだっておしっこするじゃん。おしっこする。絶対おしっこしたくなる人じゃん。お、待って、なんかある。お、なにこれ。あら。お、4桁のパスワードのヒントだって。ヒント。ヒント。E の色が不要らしい。ロビーの高い場所から見えるモザイクメイター記号をよく観察しろ。そうだ、文字は一つ3マスらしい。パスワードは紙に半角で入力して、経験値もちゃんと必要だよって書いてる。あ、じゃあやっぱそうだ、さっきのがパスワードなんだ、葵ちゃん。あー、じゃあ合ってたんだ、葵のやつ。じゃあやっぱ紙探さないとダメっぽいな、これ。紙探そう。これ上なんかないかな。上も一応見てみるか。上がりない、青、水上がるの下手くそ。よし。あ、でも何もなさそうだね、別に特段ない。何も周りもない。大丈夫。あ、でもやっぱ人はいないわ、葵ちゃん。本当？うん、大丈夫そう。じゃあもう動き回り放題じゃん。そうだね、でも分かんない、このエリアだけかもしれない、いないのは。なるほど、じゃあこのエリアはまあ大丈夫っていうことだ。いや、でももしかしたら監視カメラで見張られてめっちゃ笑ってるのかも。あいつらバカだなってそう、バカだなあいつらみたいな感じで。出れねえのにってそう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 、遊んでるのかも。大役、なんかどっちが先に出るかとかかけてるかもしれない、もしかしたら。嫌だな、嫌なやつらだなこっちなんかあるよ。なんだこれ。牢屋広場だって。ここ牢屋じゃなかったんだ。行ってみてよ、しんちゃん。行ってみよう。あ、待って、やばい、牢屋があるよ、あおいちゃん。見たい。見て、本当だ。ナンバーワン、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 カウントダウン TV みたいな感じでナンバーワンの囚人がいるの、ここに。え、何いるのこれ。いない。開くよ、でもこれ。え、開くの。え、怖い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 。なんかある。これトイレすごい光るよ、おいちゃん。このトイレ最新式だ、やっぱり。それトイレなの？トイレじゃないのかな。え、怪しすぎて草生えない。あ、なんかあるよ、しんちゃん。なになに、ほら。ほんとだ、入ってない。入ってないかい。入ってないかい。絶対入ってるだろう。なんだよ、入ってねえんかよ。この下もなんか見て、おいちゃん、ほら。ん？あ、でも降りれないね、これね。ほんとだ、入れない。じゃあ次、ナンバー2。ナンバー2入れるよ、ナンバー2も入れる。あ、ナンバー2もちょっと下見てみようぞ、これ。入ってないかい。エロ本とか隠してないの？相当エロ本見たいやんエロ本、エロ本見てどうすんの、女の子って。エロ本見て裸だなって思ってみ。なんだそりゃ、裸だなって。じゃあ次、ナンバー3。テレデデンテレデデデンテレデデデンテレデデデデデデン。じゃーん、やば、ボケるネタがなさすぎて頭痛くなってきたえ、待って、何これ。何これ、怖い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 。なんか、何これ。あ、違うだよ、これ頭狂わないようにポチポチするやつだよ。そういうこと。そう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 。頭おかしくなったよ、もう。これは。お、なんか入ってる。入ってる。何、エロ本。めちゃくちゃ、苗木に、斧に、お椀に、棒に、土に、木材。え、めっちゃいいじゃん。本当だ。これめっちゃいいよ、これもらっとこ全部。こいつあれじゃない、もしかして、あの、農場で働いてたやつじゃない。それであれだよ、多分ちょっとずつちょっとずつ独房に持ってきてんだよ。穴開けてんのかよ。そう、ショーシャンクの空にみたいな感じで。そういうこと。そうそう、でスプーンで、ショーシャンクってこうスプーンでここにカリ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 して、穴開けて脱出するっていうね。あの、超ネタバレになっちゃったけど。なんか登れる。お、すごい、何があるの。なんもない。なんもないか。ちょ、行ってみよう。ちょどんどん探そう、葵ちゃん。こっち、ナンバー4。ナンバー4、行け。よし、そろそろあれだよ、多分これ編集してるあの葵ちゃんか愛犬さんが、うわ編集つれーって言ってる頃だよ、多分絶対編集つれーって言ってる、多分このくだり。え、待って、なんかここマグマだ。あ、マグマだね。こっちは水だったのに。本当だ、水。こっちも水。水。あ、なんかのヒントなのかもしれないね。え、これじゃない、ハサミ。え、これ、火元。違うかな。火元のそば。うん、火元のそば。違うよ。なんだよ、絶対調理場だよ。とりあえず入ってみよう。なんか中、あ、待って、ケーキがある、おいちゃん。え、ね、お、本当だ、イエーイ。ケー
ーキしながらケーキ食べてるよ。俺の兄弟みんなケーキは大好きだよ。クソザコラップじゃん。何も入ってなかった。入ってないんかい。次行こう、次行こう。どう行こう。ナンバーファイブ。いけん。あ、また水になってる人。水だ、水だ。お、ここにもケーキある。お、ケーキだよ。ケーキをしながらケーキだよ。いや、もう何も考えてないんだって言うなよ、もう。言うなよ。俺の頭はケーキだよ。お、上いけるかない？なんか変な音した、また。え、全然音しないんだけど。なんで？じゃ上いけるよ。あ、待って、いや、ショーシャンクの空だ。出れる。やばい、出れる。イエーイ。なにこれ、どこ？見えない、しんちゃんの顔で。こっち行こう、こっち行こう。降りる、降りる。おいしょ。すごいすごい、なんかここどこだ。こっち入れるよ。どこだ？侵入できる。葵ちゃん行って行って。葵ちゃん入って。行ける？入って入って入って。行くぞ。おい、おお。よくやった、葵ちゃん。頼んだ後は。はぁ、ふざけんなよ。なんかあった？いっぱいあるよ。なんかチェストが。嘘、マジ？チェストがいっぱいある。開き放題、取り放題。何でもかんでも取り放題、取り放題、取り放題。はぁ、何も入ってねえんですけど、マジで。はい、ドンバイジジイ。これ出れる？それ、葵ちゃん。え、待って、いっぱいあるからさ、全部開けたいよ、とりあえず。オッケーオッケー、頑張れ葵ちゃん。はい、いや、来いよお前。何なんだよ。頑張れ頑張れ葵ちゃん。お前いるじゃん。なんでだよ。いや、開けてたから開けてたからさ。本当かよ。楽しそうだったから、なんかヨロロレヒって言ってたからさ。バイバイしんちゃん。バイバイじゃねえよお前。いいのかよ、まあ、そこで。それでいいの。いやだ、なんだここは。なんか上もね、なんかね、渡ってね、向こうにね、行けるっぽいんだよね。本当だ、なんかアスレチックみたいになってるね。あ、見て、ボヨンボヨンだ。何？何？ボヨンボヨン。本当だ。ほら、あおいちゃんにはないぐらいのほら弾力感。しんちゃんにはある弾力感だね。あおいちゃんにもあるよ、下半身に。いや、うるせえな。お、ここなんか行けそうじゃない？何これ、行ってみようぜ。なんかシェルカーボックスがある。お、あった、なんかある。何これ。広場、風呂場へのパスワード助けてだって。え、わかんない、よくわかんないからあげとくわ。ほんとだ、なんか色が分けられてるね。ね、なんかヒントになるかもしれない。あ、うちゃん見て、ここ見て、広場に戻れるようになったよ。あ、ほんとだ。こっちの方に開いた、開いた。よしよしよし。こっちまだなんか何もなかったの。ここ、これ上行ってみよう。おいちゃん多分ね、上ね、これ行けるんだよ、これ上。え、こっち側は探索しないの。え、どこ。後ろだよ、どこ行ってんだよお前。え、こっち見てないじゃん。あ、こっちね。うん、あ、ここ、なんかある。ここも入れるよ、ここも。おいちゃん、なんかあるよ。ん、偽物の思い出を詰めろって書いてるよ。どういうこと？どういうこと？なんでこんなポエマーみたいなやつばっかなんか中二病かな。ここ入れるよ、葵ちゃん。ほんとだ。入れる入れる。うわ、樽があるじゃん。入れない。入れない。ちくわ、ちくわがあった。入れない。あ、入れた。あ、じゃあちくわがあるって、ほら。何？絶対腐ってる。ほんとだ、ちくわが。イエーイ。イエーイ。絶対ちくわ腐ってるって、それ。葵ちゃん、ここから上行けるよ、上。行こう。ヘイ、カモン。ちくわ女カモン。ちくわ女じゃねえわ。こっちが行ってみようぜ。おい、行ってみよう。こっちがなんかね、ほらアスレみたいになってんだよね。おー、行こう。こう簡単簡単、イージーモード、イージーモード。おら、よっしゃー。よし、ナイスナイスナイス。行ってた。お、なんだ、クリア報酬ヒント本だって。え、何それ。出れるなんかがあるのかな。アスレじゃない、ほらほら、あそこに行けばいいんだよ、ほら。ほんとだ、これ絶対上からだね。上から行ってスライムでポヨンポヨンポヨンっていくんだよ。出るヒントが見つかるかもしんない。よーし、じゃあおいちゃんゴー、行け、ラッシュ。よし、行くぞ。行け。ほら、あー、はい、座骨。うそー、行けよ、じゃしんちゃん。おい、入ったー。なんで行けんの。あおいちゃんが下手くそなんだよ。しんちゃんの方が下手なのに。これ難しそうだな、これ。おいしょ、いけた。オッケー、まおいちゃん早く頑張ろう。おい、あー、嘘だろ、あそこで落ちんの。ここ行きまーす。ほい、よし、オッケー。なんでそんな上手に行けんの。まあ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 、うまいんで。はしごに向かってダッシュ。はしごに向かってダッシュ。いけ。あー、難しいな、ここ。やばい、俺たち一生これで遊んで暮らすことになる。まあでもヒントだからさ、あくまでさ。まあそれがなくても出れるってことでしょ。こうクリアしなくても多分おそらく外には出してもらえるんじゃね、ワンちゃん。そういうことか。まあ頭が良ければ別にヒント本なんていらないもんね。
そうそう、あとここじゃね、ここここここほら、スライムブロックがさ、ここさあるからさ、これでさ、ポヨーンって言ってほら、あー、そういうこと。そう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 、いけん、そっから行けるようになってないと思うけどな。でもいやでもさ、そっちに行くようなルートじゃないんだよね、そっち側が。あー、そっか、じゃあそっから行けんのかな。ワンチャンね、行ってみようじゃあ、そのルートで。ワンチャン行けるかも。お、行けそう行けそう行けそう、行けるわこれ、絶対行けるわ。お、行けた。嘘、行けた。どうやって行ったぽよって行った。マジ。うん、あおいちゃんやっぱデブだからかな。え、でも走って普通にピョンって飛んだらこっち来れたよ。行くぞ。オッケー、来い。よっしゃ、行けた。あ、来れた、イエーイ。よーし、